また新しい聴衆イベントが来たけど、真っ赤な顔したおじいさん、これキビト、もう誰だか全然わかんないね。うん、知らないけど、もちろん集めます。うん、もうすでにちょっとやっております。まあ、やってるからね、あのトップ画面のこのリーダーさんが、これ、なんだっけ、これ、マジュニアさん。うん、マジュニアさんなんですよね。うん。あんまりね、強い人さ、体属性強い人そんなにいないから、マジュニアさんをリーダーにしておくしかなかったですね。うん。何？ムイタが見てる。何？来るの？久しぶりのムイタルに、うわぁ、うん、はいはいはい、はい、お部屋の階、お部屋の配置を少し変え、パソコンの向きを変えたため後ろに血まみれパンダさんがおりません。ムイタが膝に乗りやすくなってしまい、簡単に来てしまいます。ムイタさんが肩に乗ったまんま、このチビトとの戦いに出たいと思います。聖地の守り人、うん、全部終わってて1回だけドロップしてます。できればね、体属性の人を連れて行きたかったんですけど、うん、いない。あれ、ちょっと待てよ、完全に勘違いしてるぞ。完全に勘違いしてるぞ、私。キュートさんは赤だから、青で行かなきゃいけないのか。え？待って。あれ、私なんだ？ちょっと待ってよ。赤だから。青で行かなきゃいけないんだよね。私多分あれだ、さっきこれやってたからだ。手に入れる覚醒メダルをしてた、痛い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 、覚醒メダルしてたから、なんか勘違いして危うく一番ダメな属性で行っちゃうとこだったね。超怖え、バカだ。マジュニアさんじゃないよ。じゃあ何言ってんだよ。もうびっくりしたぜ、危なかったぜ。一番ダメなやつで行くとこでした。そうだ、これですよ、このチームですよ。びっくりした、とんでもないことになるとこでした。うん、そしたらね、このフレンドさんで大正解だね。うん、そう、リーダーはなぜかダーブラさん、マヤ属性のアタック 40%。 うん、いいでしょ。まあ、あとはまあ、うん、これだね、私の中で、ハヤの中の強い人たち、トップ6。うん。よし。あー、危なく体属性でいっちゃうとこだったよ。これはそんなに強くないかな。うん、ないということで、カプセルを取っていこう。順調に取れておりますね。これはなんだろうな。やったー、やったー、やったね。戦いましょう。あれだな、
あ、なんか間違えたぞ。いいか。なんかこの辺はあんまり考えなくてもいけるよね。間違えたな、なんか。考えずにペチペチ押して何でもいいね。あれ、今のベジットさんかな。なんか耳につけてたね。あら、赤いやつピンキラの取れないぞ。これはなんだ。よし、ついてるぞ。浮いたら重いぞ。浮いたら重いぞ。戦いづらいぞ。衝撃波。時間かかるね。フレンズさんどうなんだろう。やめとこう。こっちにしよう。もう私は HP がたくさんあるから別に大丈夫なんです。うん、あら、なかなか必殺技というわけにはいきませんね。うん、青の玉が落ちてこないぞ。これいいんじゃない？もう終わるでしょ。しぶといなぁ。撃ってくるなぁ。うん。よし、こっからが問題ですよ。ドロップするかどうかですね。
ちょうどここに紙の肉球があるので、こいつを使って、こいつを使ってドロップさせたいと思います。ミトン、キビトですよ。キビトドロップさせるんですよ。はい、ではこの紙の肉球でドロップ、顔を出して、顔を出して、ミトンドロップですよ。よし、えい、ミトン、ドロップしてないよ。キビトがいないよ。ウニタさん、キビトがいないですよ。ここにキビトが2人ぐらいいる予定なんですけど、ねえ、ちょっと何ですか。本日もこの肉球には神は宿っておりませんでした。ごめんね、だって僕キビト知らないもん。いつまでも僕の肉球が神の肉球だと思うなよ。ということで、ミタさんの肉球は普通の肉球でした。覚醒メダル1個だけです。ふう、残念。ああ、でもいっぱいなんかあれなんじゃない、カプセル取ったんじゃない。うん、どうだい。うんうん、まあまあかな。うん、カバチもいるし、ツルもいるし、残念でした。でも私はまだまだ粘って10人集めたいと思います。うん、場所も新しいの出てるんでしょ。知ってるよ、知ってるけど、見て、私の流石10個しかないの。むむむ、やりたいけど、すっごくやりたいけど、もしかしたらね、年末だし、なんかもっといいガシャが来るかもしれないから、ちょっとここは我慢だよね。うん、抑えようと思う。クリスマスプレゼントで流石いっぱいくれたらやるよ。ガシャ奮発しちゃうよ。今はできないよ。ということで、今日はキビト収集失敗しました。こいつのせいです。お前のせいだ、お前のせいだ、お前のカメラに口に殴れだ。はい、ということで、よいしょ、本日はなんだっけ、じゃあ、ということで本日は、聖域の守り人、キビトさんでした。ねえねえ、キビトって誰なの？